それでは私の方から1点だけご報告がございます。木材利用促進月間についてであります。昨年いわゆる町の木造化推進法が改正されまして、10月が木材利用促進月間となっておりまして、10月8日が木材利用促進の日と決定されたところでございます。すでに9月1日付のプレスリリースで紹介しておりますが、農林水産省としましては官民連携してシンポジウムや、木工体験等のイベントの開催、木材を利用した優良建築物等の表彰の実施、情報シェア、パズマフでの情報発信を行います。国民の皆様にもこの機会にぜひ木の良さに触れていただき、木材利用の意義について理解を深めていただきたいと思います。私からは以上でございます。それではご質問のある方どうぞ。幹事社読売新聞の寺島です。よろしくお願いいたします。はい、今日は世界的な米の価格についてお伺いします。先日インドが米の一部輸出制限に踏み切ったほか、タイとベトナムが輸出米の値上げに向けた協議を始めるとの一部報道がございます。米は小麦や大豆とか他の食料に比べて比較的価格が安定しているというふうにされてきましたけれども、ここへ来て価格の上昇圧力が強まっています。世界的な米の価格についての現状認識をお聞かせください。よろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。今のご質問では輸出大国のインドが一部米の品種の輸出制限に踏み切ったほか、タイとベトナムも値上げ方向に向けた、協議が進んでいると、こういう話も伺っておりますが、米の輸入制度につきましては、皆さんもご存知だと思いますが、我が日本ではミニマムアクセス米、これが77万トンということで、これは国家貿易、国防による国民が一元的に輸入いたしておりますために、米輸出国の価格が、国産の米価に影響を与えることはないと。これはもう一元的に国が77万トン輸入しておりますので、全くこれは価格に影響はないと。いうことの認識であります。なお米の価格、国際価格の指標になっているのは、タイ米の輸出価格でございまして、タイにこの世界の取引のタイでの市場が一つの指標になっておりますので、9月現在でありますが、だいたい440ドルから460ドル、これはトンあたりでありますけれども、推移いたしておりますので、あまり大きな変動はないし、昨年と比べてもあまり変動はないと、いうことでございましたので、今ご懸念のように、一部の国では値上げとか、あるいは輸出を制限しているとか、というのがありますけれども、国内の米の価格にはほとんど影響はないというふうに思っていただいて結構でございます。ありがとうございます。各社さんお願いします。はい、はい、どうぞ。あ、大臣おはようございます。朝日新聞の前川でございます。今日ちょっと ASF アフリカ豚熱の対策について伺います。来月11日から、水際対策が緩和され、入国者数の上限も撤廃されるなど、あるいはこれまで国際便が飛んでなかったところにも国際便が来るということで、訪日客の増大が予想されています。で、ということはつまりお土産品含めて感染症、特に動物の感染症も入ってくる機会が増えるということだと思います。これまで農水省は ASF を入れさせないための対策を強化してきたと思いますが、この度の入国者制限の撤廃など水際対策の緩和に伴って、ASF 対策について何か強化したり変化したり、
何か考えてらっしゃることありますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございました。まあこれはアフリカ豚熱、幸いにして、アジアの中では日本と台湾だけが、まあ、いわば侵入してないという、まあ、唯一、まあ、日本と台湾だけでありますが、他には全て入ってきております。まあ、大変我々も心配をして、これの阻止をするということで、農水省を中心に取り組んできておりました。まあ、その中で非常にまあ、いろんな形で人が持ち込むもの、あるいはその人たちの物品が持ち込むもの、いろいろありまして、まあ、これは人間の目で見た方がいいというものについては、家畜伝染病の侵入リスクに対応するために、防疫の増員も行ってまいりました。それからもう一つは非常に有効なのが、物品等について、なかなか、包装したり、包んであるとわからないということで、検疫探知犬を、これを相当増やしました。で、これが、まあ、テレビでも、今回の国葬の時に、テレビで何回も出てきたようでありますが、探知犬が非常に活躍をしておりまして、この探知犬がいろんな形で、水際対策をやっておりますが、まあ、これらを、家畜防衛菌と探知犬のこの両方で今やってるところでございます。ただ、これはまあ目に見えない代物でありますので、どういう形で入ってくるのかというのは大変我々も危惧しておりますが、今のところは日本のこういう2つの人間の検査員とそれから探知犬で何とか防いでいるというのが実情であります。一昨今週だったんですけれども、ポーランドの農業大臣との場合会談がありましたが、その時もポーランドもどんどん今増えつつあるというお話をお伺いしまして、まあ、日本は素晴らしいと、よく防ぎきってるなと、まあ、こういうお話をいただきましたけれども、ただいつまで本当にこれを持ちこたえられるかというのは、もうこれは誰にも分かりません。どういう形で入ってくるのかというのもありますし、まあ、郵便物で入ってくる場合もあるし、あるいはまた人間がこの足で靴についた土を運んできて、それで感染が侵入してくるという場合もありまして、まあ、いろんなことを想定しながら農水省の方では体制を整えておりますけれども、もう入らないということを、入ってこないでということも私どもの立場としては実務的にできないもんですから、祈っておるしかないなと思っております。まあ、ですから可能な限り想定できることは、やるべきことは全てやっているということでご理解をいただきたいと思います。大臣ありがとうございます。これまで国際便を受け入れなかったところにもお客さんは今後来ると思うんですけど、そういうところになんか体制を拡充したり、あるいは検疫体制を整え直したり、そういうことはあるんでしょうか。まだそんなに特別に今回からインバウンドの皆さんが増えてくるということで、まあ、もちろん役所の方ではいろいろシミュレーションをしながらやっておりますが、まあ、人間が運んでくるというのまではなかなかこれ止めきれないということもあります。まあ、しかしながら、先ほど言いましたような探知犬だとか、人間の目でわからないところは探知犬の匂いで、なんとかこれを防ぐというようなことしか今のところはできないわけですから、まあ、ありとあらゆる可能性のあるものについては排除していくということで、水際の水際での対策を強化してきていると、まあ、今のところはそういうことしか言えませんですね。まあ、それは今までも入ってこなかったということがの詐称でありますから、だからまあこれは成功しているというふうに日本も台湾も思っておりますので、今後もこれを継続してやっていくという以外にないと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。NHK の安井です。
明日から食品ロス削減月間でもありまして、昨日も大臣が直接事業者に対して食品ロスの削減について呼びかけを行われましたけれども、今後のそういった取り組みの強化についてお伺いしたいと思います。これまでも、ロスの削減や納品期限の見直しに取り組む企業を、農水省として、林水産省として、公表や募集をしていましたけれども、今後さらに、今、食料品の価格が高騰する中で、もう一歩進んだ取り組みも必要になってくるかと思います。農林水産省として今後検討している取り組みや、などあれば、お伺いできればと思います。はい。ありがとうございました。昨日もその会議の席上でも私は申し上げたんですが、なかなかこのフードロスについてはいろいろ制度的な見直しもしていかなきゃならないだろうと、いう あとは、食品メーカーの人たちやあるいはまた、実際売っておられるような小売りの方々にもお願いしなければならんことも多々ありますが、制度的にぜひ見直していただきたいなと言ってお願いしましたのが、納品期限の見直し、3分の1ルールというのがありまして、その取り組みをちょっと見直してみようと。皆さん方もスーパーなんかで手に取ってご覧になると非常に賞味期限が短いとか、私も自分でスーパーにあるいはコンビニ行って買うんですけど、必ずそれはもう日付がいつまで賞味期限があるのかというのを見ておりますが、そういったものをやっぱり消費者の皆さんは非常に神経深くと注意深く見ていただいております。ただ私はこのいろんな農業関係の現場を見ていきますと、特に養豚でありますけれども、やっぱりこの食品残差を、豚に与えておられておりますが、一回見に行きましたときにはまだ賞味期限が来てないものがたくさん積まれているわけです。特にパンだとか弁当だとか、こういったようなものがたくさん積まれておりまして、それを豚に餌としてやっているわけですけど、まだまだ人間様の口に入るものがそういう形でもう食品残差という形で他のものに使われているという現実的な今の状況があります。ですからそういった納品期限の見直し、こういったものの取り組みを徹底あるいは拡大を昨日もお願いをしたところでございまして、今そういう意味ではそれぞれの業界の方々のご理解は得ていると、今後具体的にどういう形でこの納品期限なんかを見直しをしていくのかというところが肝要になってきますので、納品期限の緩和をできない理由はないと、こういうようなお話も昨日の声の中ではありましたし、一方のフードバンクからは、寄付後の食品を適正に管理していることを、これはメーカーさんなり企業にも知ってほしいと。いわばいい加減な管理をそのフードバンクでやってんじゃないかとかいうような、疑義の念もあったんですけれども、まずはそういったことを払拭しながら、両方で努力していく必要があると思います。要は、そういう納品期限の見直しをしていただければ相当のロスが減ってくると、こんなふうにも思っておりますので、そういうコストの削減なり、あるいは生活困窮者を助けるという意味においても、食品企業等にも強くお願いをしているところでございます。ぜひこれはやっていきたいというふうに思っております。いいですか。今最も取り組むべきはそういった納品期限の緩和が農水省としてより推進していくということでよろしいでしょうか。そうですね、納品期限を緩和しようと、ご存知だと思いますが3分の1ルールっていうのがあって、今それはもう小習慣としてなってるんですけども、そういうものを撤廃して、これを緩和していこうと、いうことでございまして、そうすることによって物が作った人たちの意思も通じていくし、
それから消費者の皆さん方にもやっぱり食べ物ですから、きちっとしたものが届けられると、まあ、いうことになっていくと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。共同通信の清水と申します。よろしくお願いします。本日の閣議で岸田首相から総合経済対策の策定について関係閣僚に指示があったかと思うんですけれども、農水分野で何か指示があったのか、それについて教えてください。はい、まあ、今おっしゃったように、早いですね、今朝の閣議であったばっかりでありますから、もうそれが皆さん方の情報として入手されているというのは素晴らしいなと思いますが、まあ、要は総理からお話がありましたのは4つの柱、まだ今日のところは総理がもう一回目を通して修正をかけるからということで我々に渡された資料は全部回収されました。まあ、ですけれども、まあ、その中で、総理からおっしゃっていただいた中では4つありまして、1つは物価高騰賃上げへの取り組み、物価高騰賃上げへの取り組み、それから二つ目が円安を生かした地域の稼ぐ力の回復強化、円安を生かした地域の稼ぐ力の回復強化、それから三つ目がいつも言っておられる新しい資本主義の加速、新しい資本主義の加速、四つ目が国民の安全安心の確保、こうして、国民の安全安心の確保、この4つの柱として具体的な施策の検討を進めて、10月中には各省庁を取りまとめて、くださいと、まあ、こういうご指示をいただきました。まだ今申し上げましたのはまさしく柱のところでありまして、まあ、この中身について、もう少し総理の意図するところを読み砕いて、そして、省内で検討していこうと思っておりますが、何しろお手柄なもんですから、検討がまだ進まないというか、前にまだ踏み出せないところですけど、まあ、総理がもう一遍目を通されて、そして各省庁にそういったものが具体的に下ろされてくるというふうに思います。それだけの答弁しか今の段階ではできませんので、お許しをお願いしたいと思います。はい、どうぞ。日本農業新聞二木と申します。昨日農水省が審議会開きまして基本法の検証の議論を始めたと思うんですが、まあ、委員の方々からは農産物の価格低迷が後継者不足を招いたところですね、農産物への価格転嫁の必要性などを指摘する声がありました。改めて大臣、どのような問題意識で検証を進めるべきとお考えでしょうか。まあ、昨日は初めての皆さん方の会合でございましたので、それぞれ各委員の方々の思いをそれぞれ出してくださいと、まあ、いうことで今からテーマを絞り込んでいかれると思うんです。まあ、昨日もお聞きになってたと思うんですけれども、まあ、審議会の中に部会ができまして、その中で本格的な議論を重ねていかれるというふうに思っております。まあ、ですから昨日出された意見というのはそれぞれの専門分野からの今考えているような課題、そういったようなものが出されたというふうに思っております。ただ私嬉しかったのはですね、農家の方だった、新潟の方だったですかね、私もほとんど最後までおったんですが、その中で、法人経営の方だったんですが、今年は今までになく高校新卒の方とか、あるいは農業大学卒業生の方々だとかということで、もう8人も法人に訪れて、まあ、採用されるのはその中の何人かなんでしょうけど、今までこんなことはなかったと。だから若い人たちが、まあ、いわば農業に対する、まあ、魅力を感じ出してきているのかなということを、
その方はおっしゃっておられました。ただやっぱり統計的なものから判断していきますと、どん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 高齢化が進み、そして若い人たちが担い手として入ってきている数が少ないと、まあ、こういうことを役所の方からも今の現状の状況を説明した後だったもんですから、いやそうじゃないよと、現場はこういうことも起こってるよということをその法人の方は言いたかったんだと思うんですが、まあ、ですから、まあ、業種によっても、あるいはまた地域によっても違うのかもしれませんが、もう若い人たちが入ってこない、どんどん高齢化が進んで、さあ、この先、農業はもう破壊していくぞという大学の先生もおられましたけれども、私個人はそんなふうには地元を見ておりますと、あんまりそんなことは考えないんですけど、だから、作目、まあ、作目というよりも、経営内容によってやっぱりそういうところもあるだろうし、あるいは他の地域によってもやっぱりそういうところがあるだろうなと思いますから、全体的の底上げっていうことよりも、どこにポイントを置いてそういう若い人たちを農業に引きつけていくかということを、まあ、これは審議員の皆さん方が議論されることですが、まあ、私は、農業というのはやっぱりまだまだ魅力のある分野なんだろうというふうに個人的には思います。